非常に感謝でこの機会で会話をお会いお越しいただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。我想问一句，不如我们简单去听一听下去啦。咁，我相信即系在场嘅观众好多都有睇过《Evil Does Not Exist》嘅。咁当我哋睇呢两个作品嘅时候，即系好似一个伤心儿，即系佢哋嘅故事啦，或者系即系佢哋嗰个 image 啦，其实都好相近。咁但系当然佢嘅音乐啦，佢嘅剪接咧都有少少唔同。咁可唔可以讲一讲，即系呢一个创作嘅缘起系点解会有呢一个 project 催生咗出嚟嘅咧？ちょっとお聞きしたいんですけれども、今回の作品と前の作品はペアみたいなチューズみたいな感じがありましたけれども、どうしてどうやってこの2つの作品の企画を生まれ出したのか、それに関してお聞きしたいんですね。そうですね。アクは存在しない、エルダーズのエグジストのギフトが最初もともとは私が浜口さんにライブパフォーマンス用の映像を作っていただきたいと依頼したことから始まりました。咁首先咧就解釋翻啦，咁無邪之極呢部作品咧，其實就係又同濱口導演一齊嚟傾，咁係佢主動提出話不如可以做一套作品，可以做到一個 live performance 嘅作品，咁就開始提出咗呢件事。その後に その時浜口さんはとてもドライブマイカーのキャンペーンとかで忙しかったんですけれども、1年以上手紙のやり取りとか。互いにこうイメージみたいなものを、2人でメールのやり取りをしながら膨らませていって、時々会ってお話もしたんですけれども、その中でゴミとか都市とかそういうテーマだったりとか